もしもし。もしもし。お久しぶりです。ね、時間過ぎてたのに考え事してた。すまぬすまぬ。ちょっとね、オープニング見てなかったから、オープニングを見たい。ちょっと置いといたらこれなるんかな、オープニング。ここまで来たらならないかな、ならなそうかな、ならないね。戻らないね。一回ゲームやめて、で始めます。これでホッチッチしてたら多分オープニング始まるから、ちょっと見ようぜ。じゃあ挨拶していきまーす。1個目さん、白玉虫さん、3、4個目さん、トッシー専用の椅子になりたいさん。あ、そうそう、なんかね、椅子になる着ぐるみがあったから、それ使ったらいいんじゃん。9個目さん、にゃーアリスさん、ワッシーさん、コロさん、ジジさん、カオモジさん、26個目さん、28個目さん、フェレズさん、ジエルさん、34個目さん、ヨッシーさん、ジョージョーさん、いらっしゃい。ちょっとこのまま放置して、オープニング見ようぜ。なんか言います。なんかね、ツイッターに、で、なんか私多分ね、あれしてたと思うよ。あれしてたと思う。お気に入りしてたと思うよ。見たい？声いつも荒いって何？メットさんいらっしゃい、どうも。あー眠。今ね、コンタクトにしてるから目がすごいしょぼしょぼして、ゲームしづらい。ちょっとお出かけするから、コンタクトなんだよね。44個目さんいらっしゃい。なんかメタルギアソリッドってあれだね。でも冒険はあれね、あれだったんだね、おふざけゲーだったんだね。興味が全くなくなっちゃった。なんかオープニング見たような気がするな。全ての希望が失われてみた。まあまあいいや、ちょっと見よう。命は輝く。26個目さんやんしゃい。人は何かを見つける。己の突き動かす何かを。力の源となる何か。ああ、これなんか最初見たような気がするな。少女さんいらっしゃい。届いても衝撃でグサーって刺さるよね。これで終わりか。あ、違う、まだ続いてた。
ゴブテンさんいらっしゃい。すべてが失われたかに思えたとき。今血まみれなんだけど。私は真実を悟った。いや、痛そうだな。いや、痛いよ。なるべき自分を悟った。66個目さんいらっしゃい。かっこいいね。ニューゲーム？いや、ニューゲームじゃない、これ。66個目さん、70個目さんいらっしゃい。ねえ、映画みたいだね。はい、じゃあ、続きをやっていきましょう。そうだよ、なんかオープニングで、なんかね、ゲリラかなんかに襲われて、囚われるんだけど、そこで脱出するのに落下して、お腹に、なんか人間の骨かなんかが刺さって貫通したんだよね、一回ね。それで動いてるからおかしいけどね。映画っぽいよね。サバイバルゲームみたいな感じ。76個目さんどうも。で、なんかいろいろ探してたんだけど、なんだっけ。なんか確か、もういい。とりあえず、もうシナリオを進めよっか、みたいな、感じ、になってたよね、確かね。進めよう、ね。最初に、シナリオどんどん進めよう。んでなんかアイテム足らんとかレベルが足らんとか起きたら、まあ、進めればいいか、まあ、進めるじゃないわ、アイテム取りに戻ってくればいいかなと思うのだがどうだい。だからこれがよいしょ、あ、そっか。引っ掛ける場所ないんか。ここでいいぞ。え、初期って何？木に巻けよ。木に巻けばいいじゃん。なんだよ。なんだよ、もう選ぶなよ。木に巻けよ。ここに木があるんだから。あそこにあるか。あ、クルーズさんどうもいらっしゃい。よいしょ。あ、これでいいんだ。よいしょ。オッケー。働け込みってなんで土曜日まで働くんだよ。これ火つけて、オッケー。ニコさんやさ、ほんとなんかそのニコ生のなんていうの、クルーズもそうだけど、なんていうの、休みにやってるんだからもうほっとけよ、ほんとに。もうなんかもう質が悪いわ。めんどくせえな、ほんとに。101コメさんいらっしゃい。もうみんながニートだと思ったら大間違いなんだよ、ボケが。お前より稼いでるわ、ボケ。
腹立つな本当に。110個目さえなさい。どうしよっかな、マジしたら。そうそう、なんかね、言って悪いけど、なんか自分と比較してなんか人も同じようだと思ったら大間違いだぞ。本当に腹立つ。なんてデリなんだよ。115個目さえ、やでも何でもいいわもう。11456個目さんやらさ、巻き舌もわしじゃないでしょ。わしも乗る乗る。わしもクルーズたまーに乗る。初期の頃は、まあ、毎日のように乗ってたけど、なんか最近はね、なんか暇もなくなっちゃって全然クルーズとか乗ってないけどね。よいしょ。これからどこ行けばいいのこれ。あ、そっちに行けばいいんか。よいしょ。124個目さえいらっしゃい。荒らしてるのじゃないわ。よいしょ。オッケー。そんで、あっちがゴールだけど、こっちになんかアイテムとかありそうだから、アイテムを探してみて。あ、なんか下とかにありそうだな。あ！あったあった、これ燃やせばいいんだよね。オッケー。これに乗ってみる。別に乗ってもいいけどとか言って、ああ、よし、よしっぴさんいらっしゃい。すぐ乗るじゃないわ。141個目さんいらっしゃい。よし、オッケー。乗り方忘れてる。あー、下に落ちていってしまった。よいしょ。最近乗ったのいつだよ。クマさんいらっしゃい。もう遠い昔です。5年以上前ですね。156個目さん、157個目さんやらさん、いいじゃん。も別にどうでもいいだろう、わしの恋愛事情とか。163個目さんやらさん、自分はどうなんだよ。彼女の一人や二人いるのか。ハゲどのね。ハゲが。ハゲのくせしやがって。いや、でもね、あのね、ツイッターにあったんだけど、ヒロピさんいらっしゃい。なんかね、ハゲもかっこいいんだぞ、みたいな。うん、本当になんかハゲてる人ってかっこいい人結構いるよね。わわわわわわわ。よいしょ。よいしょ。そして、はい。アイテム。チコーハイさんいらっしゃい。そうそうそう、ジェイソン・ステイサムがマジでかっこいい。
ハゲでもかっこいいんだ俺らは、みたいなツイッターが来てて、めっちゃかっこよかった。なんかいろんな人が、ブルース・リースはねちょっと結構年齢いってるけどかっこいいよね。なんかそこに乗ってたのはヴィン・ディーゼル、ジェイソン・ステイサム、ザ・ロックだった。ジェイソン・ステイサムがもうマジでかっこいい。ハゲの上に乗りたいってどういうこと。199個目さん、ヤンゴさんいらっしゃい。これなんだろう、これって別にな、あそこなんか行けそうだね。行けそうだけど関係ないかな。こっちじゃないもんね、行く方向。あ、そっちなんだ。212個目さん、207個目さんいらっしゃい。熊田まさし、熊田まさしってなんかもういなくない？どっか行っちゃったんじゃないの？あれでしょ、なんかウィンクしてくる人でしょ。どっか行っちゃったね。あ、これ来たことあるの、ここ。ここは関係ないな。そっちにジャンプ、よし、オッケー。よいしょ、こっちだね。スーさん、タコ入道さん、みなかみさんいらっしゃい。こっちだね。ハゲて全くいないもんなん。いや、いるでしょ。いや、なんか別にハゲとか、なんか別にかどうでもいいけどね、髪の毛なんて。てかスキンヘッドの方がいいよね。何バーコードみたいにしてるんだったらスキンヘッドにしちゃってほしいよね。あれ、230個目線でさ。あ、そうなんだ。なんだこれ。オッケー。え、わしのパパ、わしのパパハゲだよ。わしのパパハゲで、わしのママの家系はあのモサモサ。うちのパパの家系はみんなハゲ。パパの弟とかお兄ちゃんとかもハゲだし、ママの弟とかはもうすごいふさふさ。父親がハゲてると、ハゲてるね、うちのパパは。なんか昔はそんなハゲてなかったんだけど、あ、まあでも年相じゃないの、年相だと思うよ。そんななんかハゲって言っても年齢が年齢だから、まあそんなもんじゃない、多分。やばい、コンタクトレンズでゲームすると目がすごい、なんか目がなんか火力じゃないわ、視力が高すぎて目がなんかすごいしょぼしょぼする。253個目さん、248個目さん、244個目さんいらっしゃい。コメント土曜日だからじゃないの。うちのコミュニティそんなにもともと火力じゃないよ、視力ね。
うちのコミュニティもともとコメント少ない方だから、読む勢すごい多いからね。あれだけど、土日はやっぱり多いよ。それなりに。コミ人数もね、少し増えてきたから、そりゃ少しはコメントあるんでしょ。邪馬台国だよ。263コメ差、265コメ差いらっしゃん。素直になると視力を変わるか。これまた謎解きだね。どうするんだろう、謎解き。こうやっ、あ、なんかある、馬がある、イエーイ。あ、戻ってきちゃった。これ乗り込むのかな、もしかして。乗り込んで、わかんないな。これすごいね、自動取得じゃないよ、コテハン。コテハン自由です。うちつけなくてもつけてもいいし、もうなんかリスナーさんの自由にしてます。なんだっけ、そのコミ参加とかも自由にしてもらっていいし、なんていうの、強制はしない。めんどくさいでしょ、みんな。だって私やだもん、なんか強制されるの。強制されるの嫌だから、私もね。だからもう基本的に自由。全部。これどうするの、それで。おー、すげえ。これどう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 、おーい。なんじゃこれ、どうしたらいいんだ。学校一回閉めて、ここ閉めます。しつけたら四肢切断されそうで、いまだに胸、ね、いや四肢切断し、いいじゃん、四肢切断したらいいじゃん。そしてで、これでビューっていくんでしょ、これで、ビューっていって、なんじゃこれ。さんいらっしゃい。よいしょ。ダッシュして、ドド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 ドして、そんでもう一回登る。ほら。そして、あそこに飛び乗るんか。ここをドジュ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 しますね。行きます、乗ります。はい、行ってください。はい、行ってください。よーし、たー、届かないよー。どっちが先とかじゃないよね。こっちが先で、こっちじゃないよね。
でもよちょ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 、はい、早くしてください。はいはい、早く行って、早く行け、早く、めんどくせえから、もうこっちにジャンプしたら、最初もっと向こう側まで行ったよね、壁の方まで。なんか全然風の方まで行かないんだけど。よいしょ、行ってください、早く、早く行けよ。はい、行った。どういうこと、自分は乗ってるからあんまり行かないんじゃないの。ほら行くじゃん、あそこまで。それでわしが乗ったらよかったの。乗れねえよ。どうするのこれ。なんか他にアイテムは、切れなくてヒント、タイミングを合わせる。わかったー、わかっちゃっちゃっちゃー、わかっちゃっちゃっちゃー、わかっちゃ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 しけたし、し、し、今だ。ねえ、遅いよ。ちょっと待ってね。あ、わかったー。あー、なるほどー。わかったー。なんか急にドドドドドドってなる。急になんかドドドドドドってなるよね。ちょっと待ってね、閉めます。じゃないわ。こうなって、でここをドルドルドルっとします。で、そしたら、あらららららら、やってください。あらら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 、怖いね。わかった、ここで
追いかけるんだ。ここで待機して、待機して、これが行く瞬間に、ずーっ待って、届かない。だからどよし、いけ、はい、よーし、たー、よーし、たー、イエーイ、イエーイ、やったね。いやー簡単だった、簡単だったぜ。451コミさんやりさ、ここも巨大遺跡の一部だったの。いや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 、いや簡単だった。もうトッシーさんは一発で成功しましたね。なんかないかな。何もないね。オッケーオッケー。あ、宝物発見、イエーイ。毒とか出ないよね。あ、顔出ししちゃった、顔出ししちゃった、ごめんごめん、顔出ししちゃったよ、すまぬな。よし、オッケーだね。よし、こう、よし、戻ろう。イエーイ。汚れすぎ、キャンペーン、えっ、486個目さんいらっしゃ、お風呂入って、入ってるわ。さてさてさて、何のスキルを上げようかね。鋭い近くを駆使し、周辺に隠されているアイテムを見つけ出します。これが欲しい。オッケー。でダークソウル、そうそう、かがり火があるんだよ、かがり火が。よし、オッケー。そうじゃないわ、臭いんじゃないの。こんだけだって何日もお風呂に入らず、血まみれだし汗まみれだから、臭
臭いんじゃないの。私結構嫌だな、耐えらんないな。499個目サインでした。そう、この前ね、電車に乗ってたら隣に脇がの人が来て、また脇がの人が来て、めっちゃ臭くて、もうしょうがないから座ってたのに移動した。もうね、ほんとなんか隣に座るのやめろよと思って。部屋ってなんかその、ねえ、だってもうなんか、いや、なんか申し訳ないけど、臭すぎて、もうなんか目に染みるみたいな感じなんだもん。申し訳ないけど、本当になんか目に染みる感じがして、もうダメなんだよね。目いともじゃないわ。ほんとほんと目に染みるんだって、マジで。ほんと申し訳ないけど、なんか、鼻が悪いんじゃん。そう、ツンときて、ちょっとね、やばい。きっと誰も生きてこの島を出られなかったのね。お前が臭いかもよ、じゃないの。いるいる。中学の時の同級生が脇がだったもん。すごい臭かった。534個目さん、532個目さんいらっしゃい。辛かった。そんなのあるんだ。あそこにもある、あれ。ちなみに向こう側にも行けるんだよね。行ってみよっかな。あ、でも行ったら戻ってこれなくなるんかな。あ、そんなことないね。辛かったってわかる。あ、辛かったじゃん。辛かった。あ、辛かったね。目に染みるとか染みないの話してたから、辛かったって読んじゃって。あー、面白いね。558個目さん、百式さんいらっしゃい。辛かっただね。どっちも一緒だからいいじゃねえか。辛いも辛いも感じ一緒なんだから。これは行ったでしょ。行ってない場所が結構割といっぱいあるんだよね。ちょっとね、ここにくくりつけろよ。え、気持ち悪い。え、マジで。572個目さんいらっしゃい。そんなの確かめるのよ、舐めて。気持ち悪い。人の脇を舐めるってことでしょ。うわ、嫌なんだけど。気持ち悪い。よいしょ。今日は冴えてる。冴えてるでしょ。これ上にどうやって登るんだろう。ね、これ上にどうやって登るの？ぴょーんって。登りたいんだけど上になんかあるし。どっから行けばいいんだろう。あ、わかった。年の子からアトミックバズーカさんいらっしゃい。これだってこれはここでしょ？ここで。ここビューっていくでしょ。よいしょ。いや、多分この上から行くんじゃないかな。多分登りながら。
多分だけど、予想だけど。私はこの呪われた島を去る決心をした。これ以上、邪馬台国に関わるべきではない。年じゃなくて沙織だよ。太陽の女王の力は未知のものだが、よく知ってるね。年の股間にアトミックバズーカさん、ゴーキー、チコミさんやでさ。脇がペロペロ。女王は最初から私の意図を見抜いた。これ面白い、面白い、すごい面白い。その上で私をあえて泳がせ、適当にあしらっていたのだ。女王は全て知っていた。くすぐったそうだよね。この島を見つけた。しょばそう、なんか。我が君を誘わねばならない。邪馬台国に手を出してはならぬと。邪馬台国の領海に近づきたくば、相応の貢ぎ物を捧げるべき。そう、ここ日本だったの。一応なんか邪馬台国のトレジャーハントを舞台みたいな感じ。我々は破滅を免れまい。島で目にしたその他の物事。何かぶってるんだけどコメント。私は二度と語る気はないだろう。お尻。よいしょ。考えること一緒なんだね、仲良しだね。よかったね、仲良しで。そうそう、日本だけどなんかもうどう見ても中国だよね。中国だってこれどう見ても。あ、何もない、ここ。危なーい。あー、そんで、これで、ね、ここにこうやって行けるようになるんだ。へー。なるほどね。上にも行ける。実際に行きたい方向はあそこだけど、上の方、何？まあ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 。あそこ行ったし、このままビューって行って。あ！やったー、ゲットー。あと1個ゲットしたら終わりだ。じゃがいも？じゃがいもって、なんでじゃがいもが出てきたの？今、卵だよ、卵。じゃがいもって聞いたらなんかね、違うのを考えてしまう。風すごいけど行けるのかこれ。とかあそこにもなんかあれがあるけど、ピューピュー、ああそこなんかありそう。あそこに、あそこ行こう。ちょっと待ってね。あそこ行きたい。あそこ、よいしょ。もう一回、もう一回上。都心は最長どれぐらい風呂なし耐えられる？一日ぐらいじゃない。私お風呂大好きだから、刺してないことになってる。もうめんどくさいな。これも刺してないことになってる。あれ、よいしょ。あそこ行かないと。出どころ分かってるねじゃないわ。これ捕まってこいって。カランブルさんいらっしゃい、どうも。降りる、取れない。次行きたいとこがあっちだから。うん、じゃがいもを取ってないことになってないよ、大丈夫。じゃあそこに行きたいから。あー、あそこもなんか刺してない。マジか。ってことは向こうに戻らないとダメなんだ。いやー、ちょっとめんどくさいな。
届かないね、多分。こう行って、これは取ったでしょ？こう行って、そんでもってこれを刺して、OK。よし。OK、来たー。黄色と心の娘である私星は、あそこに刺してない、な、なんなの、太陽の娘星に生まれ変わります。お化けさん645個目サインでしょ。私は女王の御事のりを賜り、衣を授けられました。村という村に住む昔の人、すべての乙女たちが夢見る誉れ、巫女星の分でしょ。母は喜びに涙を流し、父は誇らしさで顔を輝かせています。父がこれほど朗らかに微笑むのを見たのは初めてです。この最高の栄誉により、歴史的書物なんだよね、私たち一族は邪馬台国の名家に名を連ねるでしょう。生涯何不自由なく暮らせるのです。現状ないでしょ、多分。それどころか、私が女王になる日が来るかもしれないのです。そんな、なんか、それなのにこの気持ちはどうしたことでしょう。初めは気のせいだと自分に言い聞かせましたが、不安は日増しに募るばかりと言って、珍しを拒むことなどできない。そんなことをすれば我が一族は終わりです。それでも私は女王が恐ろしい、ね、ネタするつもりはない。ありがとうございます。すんで、ここで、ここで行けるようになったでしょ。いいよ、もうネタ振りやめて、もう今日はやりたくない。点数そんな高くない。あー疲れる、めんどくせえな、もう嫌だよ、もう。何それ、びっくりドンキーのゲーセンって何。あ、この前の。いいよそんなの。何これ、どうしたらいいの、なんかどうしたらいいのこれ。早くしてよ、早くしてよ。え、これ降りたら降りたり、なんかあるんじゃないの。なんもないの。あ、なんもない。あ、なんもないんだ。はい、登ってきた。やったいない。はぁ、疲れた。どこ行ったの。なんかその生主がね、生主がみんながみんな常になんかそのテンション高くてネタをやると思ったら大間違いだよ。めっちゃめんどくさいからやだ。しんどいんだって、なんかそのねるねるねるねのおばあちゃんやるのもそうだし、孫悟空するのもそうだし、めんどくさい、めんどくさい。普通にゲームやるだけでいいだろ別に。ほんとしんどい、もうめんどくせえな、ほんとに。普通にゲームさせてくれよ。で、なんか、そのなんか可愛い声の人たちだけ、チヤホヤされて。なんか別になんかその、普通にゲームやってるだけでそんなに上手でもない人とかでも、その時めっちゃなんか人気になりやがってよ。むしろ普通にゲームがしたいだけなんだよ、ボケが。ハゲどもが。いちいちネタとか持ってるか、ハゲ。ボケが。本当に腹立つ。
うちはゲームがしたいんじゃ。本当に。なら話はロスから聞いた。大丈夫、他にも方法はあるよ。だといいけど。別になんかゲームなんてする必要もないような感じで、下手くそにゲームしててイライラする見てて。多分観光だろ。もっとマシな嘘ついてよ。お願いだから気をつけ。71789コメさんいらっしゃ。本当に腹立つ。はい、ないないそれ。743コメさんいらっしゃい。750コメさんいらっしゃい。いや、上手い人もいるよ。そのなんか全員が全員と言わないけど、なんかもう、でなんかもう、なんか私がもう腹立つのは、なんかバカなふりしてなんか男どもを、なんていうの、なんていうの、お前はバカだなみたいな。コメントを誘ってるような、なんかわざとバカらしいことをして、言ったりして、腹立つよ。実は知ってるのに、知らないふりしてるとか。腹立つ。なんなの、そのスキル。もう、778コメさんいらっしゃい。782コメさんいらっしゃい。そんなスキル、仕事に使えよ。まったく。7936コメさんやさ。知らない。なんかたまたま通りかかった放送とかだから。私が知ってる人たちも全然ないんだけど、知らない人、だからね、なんか、ごめん、ひがみ、な、結局はひがみなんだよ。結局はひがみなんだけどね。そのなんか、私はそういう能力がないから、かたまたまなんか、それなんか、なんていうの、なんかアホっぽくなったらよかったと思うくらいで。マジもなんかそういう能力を身につけたいわ、もう。822個目さ、825個目さ、いらっしゃい。マジ、浮世さんちゃんと見たことないからわかんないもん。表さんはあんまり知らないよ。名前よく聞くけど。開始後に膝の膝に矢を刺してスタン状態。別にいらん、これ。スタン状態の敵にピッケルでとどめ。え、刺してるよね、これ今も。砂や小石を利用し、これいらなくない？集中力が高まり、チャージショットで弓の狙いを定める際に、使える時間が長くなります。集中力、どうしよう、これいるかな？そうなの？よし、なんか、その遠くからぶっ殺ちゃんするの好きだから、ステルススキルの方がいいんだけどね。いっか、じゃあこれにするか。よし。
どうも、まあ、ちごいちこめさんやそう。はあ、よし。暗くて怖い。ミスノーさん助けて。怖いんだけど。怖くて進めないんだけど。怖い。私こんな暗いところ行けないんだけど。待って、どっちから来たんだっけ？あれ、どっちから来た？あ、こっちから来たんだっけ？一回セーブしてるから、あ、こっちだった、こっちだったんだけど、あ、おか、あ、お金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 、よし、お金、お金よこせよ、もっとお金をよこせよ。わしにお金よこせ、もっと。何これ、どこ行くのこれ。あれ、戻ってきてる。あれ、ちょっと待って。あ、これが、だからこれ戻る方向だから。こっちに行ったなぁ。新しくいけるんでしょう。なんだこれ。うん、ごめんさんか、どうも。はあ、この遺跡、古墳時代より古い。古墳時代より古い。あ、そう。もうネズミがいる。今は無理ね。ネズミ、ネズミー、ちょっと止まれ、止まれ、ネズミ止まれー。やったー、ネズミポイントはじゃないわ。908コメさん、偉いさん。鬼ババアじゃねえよ。女神って呼んでね。巡礼。あー、あー、疲れた。うん、痛い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 。ネズミ、ネズミ。ねーい。やった、ビッコロちゃん。あー、生きてたー。ネズミ、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 ネズミ。ネズミー。未所持者ありません。まだ20代です。まだっていうか、まだまだ20代です。梅さんか、どうも。アイテム落ちてた。あれあれ、今なんかキラキラ光ってなかった？あれあれ、今キラキラ光ってたよね。あら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 、あれあれあれ、違うね、嘘だね。いや、キラキラ光ってたと思ったんだけど。ディズニーのもの。あたた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 た。探索能力。聞き耳、聞く、聞き耳みたいなやつ。
ここを通ったらし、ウィーイ！よし。かわいそうじゃありません。かなり病んでるじゃないわ。イエーイ。うわっ、くそー、ネズミポイントとカラスポイントを手に入れようと思ったのだわ。パイロット、あ、あれパイロットか。パイロット死んでるんじゃないの。いいよ、後で。あそこに座ってるし。息吐いて、はぁ、はぁ、よいしょ。臭くないよ。臭くないです。臭くありません。臭いって言った方が臭いんですよ。ハゲが磨きました。これジャンプじゃ届かないよね。あ、違うな。これどこだろう。これくっつくとかなくない？なくなくなくない？ないね、これ。いけそうなとこ。あ、そんな。おお、敵襲だ。子供にしては随分手こずらせてくれたな。だが、お前は甘い。予想通りだ。あ、ハネじゃん、ハネ。え、鬼が来た。え、鬼が来たってどういうこと？おお。鬼が来たってどういうこと？え、また吊り下げられてるの？え、なんでこの人だけ逆さまじゃないの？おかしくない？どうすんのこれ。ドド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 ド。また刺さるんさ。1031個目さんいらっしゃい。なんなのここ。死体だらけだね。楽しそうだね。死体だらけ、死体だらけ。脱出する方法。よし、行け。ねえ、ゾンビだね。どこなんか穴が開いてるんだから、穴が開いてるんだから来るだろう。逃げろって言ってるようなもんじゃん。気づかないのが頭おかしいよ。ねえ、気づかないのが頭おかしいよね。戻ったらどうも。うわー！
61個みたいなさ。いや戻ったらどうなるのかなと思って戻ったの。やっぱ気づかれるんだね。大五郎さんいらっしゃい。すごい人の足とかが落ちてる。見て見て、人の足とかが落ちてるよ。人の足とかが落ちてるよ。なんかあんまりリアルじゃないね。あ、でも血が抜けた感じだったらあんな感じになるのかな。ねえ、血が抜けたりしたら、失血したらあんな感じになるのかな。見たことないからわかんないよね、人の死体なんて。1081コムサイヤーサイドラゴンズゴム3です。当たらなかった。うん、スペース版のやつじゃないこれ。すまぬな。1086コムさん、1081コムさんいらっしゃい。初代版もちょっとやってみたくなるね、これ楽しいから。あ、見て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 、めっちゃ刺さってる。痛そうだね。目に刺さってるね。何するんだろう。すごいプレイですけど、まだ使えるかな。1086コミサー、1089コミサーです。トレンチガン、脆い木製の障壁を破壊できる。じゃあ今まで行けなかったところ行けるようになるってことか。ジャンプで行けるんか。下になんかないのかな。母トゥシーだよ。1089個目さんいらっしゃい。あなたの声に魅了されそうです。だってあなたの声に魅了されそうです。だってもうそれ彼女に言ってあげたらいいよ。わしに言うなんてもったいないよ。よいしょ。ないないとか言うな。自演じゃねえよ。ちょっと待って、ネズミ殺すから。ちょっと待って、ここ通るから。おい、ここ通る。おい、よし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 、けーよし、経験値をね、ちょっとでも。ハードモードだから経験値がなかなか手に入らないから、どんどんね、貪欲に行かないと。よし。多分鬼と戦うことになるんだろうな。気が知れない。太陽の女王と嵐の先は。あ、また顔出ししちゃったよ。すまぬね。
卑弥呼、初代太陽の女王。1123個目さん、1124個目さん、いらっしゃ。3年ですね。3年目。3年目ですね。本当にいたのね。10月で3年。今はもう骸骨だけど、ニコ生大仏みたいな顔大仏だろそれ大仏の方だろうが。火に関連した儀式みたい。生贄を捧げてる。ひどい。女性たちはなぜ焼かれたんだろう。巡礼。いやでもこれ本当に私の友達にそっくりなんだけど、このララ。このララね。顔がすごいそっくり。水を注いでる。どういうこと？友達っていうか知り合い。知り合い。そしてこれが紹介してさないわ。待って。これは水じゃなくて権力の譲渡。あ、そう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 。即位の儀式なんだ。おっぱいはちっちゃいよその子。後継者を選んだのね。まずい。1150コムさんいらっしゃい。わわわわ。これは分の、ちょい足をスタンさせて、でとどめを刺す。足をスタンさせて殴る、そして殴る。足をスタンさせて殴る。オッケー、余裕じゃないですか。はい、いいじゃん。はい、ええ、よいしょ。はい、オッケー。ヘッドショットはま、ヘッドショットするか。あ、オッケー。よし。よいしょ。イエーイ。余裕ですな。いやでもハードモードにしてはかなり、ちょっと待ってめっちゃみそじじゃねえよ。ちょっと待って、なんかないかな。ちょっと待って、スムーズに行くと女として可愛げがない。はぁ、そんな、なんかにゃーとか言ってやられてる方が面白くないだろう。腹立つな、もうもうね、この、こうやる、こう、普通に戦えばいいんだよ、普通に。OK。1185個目さんいらっしゃ。1187個目さんいらっしゃ。うん、なんかわざわざ、怖い。倒せなー。敵なんて倒せないなんてやってられねえよ。めんどくせえな。もう。よし。こんな、なんか。で、何？これで壊すんだね。ショットガンをゲットしたってことだね。かがり火あるんだよ、ここ。で、弾数が全然なんか私いっぱいあるから、拾いません。なんだ。え？これどうしたらいいの、これ。
音音音音どうすんのこれ。あ、普通に歩いたらいいんだっけ。別に、おー、なんかどうしようもない演出なだけだよね、これね。別になんもないよね。よく分かってないから。はいはい、行ってください。はい、そこジャンプ。はいはいはい、よいしょ。ええええ、なんで。もし来た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 。あそこなんか行けそうだね。あ、行けそうじゃない。ほら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 、ちょっとダメだ、開かない。もういいや、もうはい、よいしょ、おい、そしてこれね、オッケー。あー、こいつか。こいつを避けて殴る。あ、いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとなんかもう一人援護が来てるね。こいつから殺そう。はい、死んでください。あー、よし、オッケー。で、こいつはちょっと体力回復するまでちょっと逃げる。よいしょ。はい。あ、当たらなかった。どうしよう。うん、はい、来てください。はい、避ける。あ、ぶぅちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってくださーい。はい、避ける。はい、オッケー。なんかアイテムないから、あ、ここは壊せってことか。この真下のはず。真下？どうにかするんだね。ピッケルで頭を刺すとかひどくない？ひどくない？もっとぐっちゃぐちゃにしてやればいいんだよ。ぐっちゃぐちゃな、ぐっちゃ、もう、げっちょんげっちょんにしてあげればいいんだよ、これ。もう、脳みそ、びちゃーって。1272個目さんいらっしゃる。オッケー、オッケー。死んで。どうするんだろう。罪悪。スイッチさん、こちゃんありがとう、いらっしゃる。これは謎解きだ、また。おー、え、死んで。で、こっちも、あれ、
け？進んでどうするの？結構引っ張るのかな？違うの？え、どうすんのこれ？あ、わかった。こっちから引っ張って、で、こっちに来たら、ドーンって。ほら。わかっちゃった。よし、いけ。あれ？わかった。1304個目さんやさん、もうわかった。あれ、あれ全然引っ張れないんだけど、なんで。あ、わかった。1319個目線、1323個目線やらした。わかった。よっ。壊れまーす。イエーイ。おー、よし。そして、こっちを消す。よし、 OK。やったぜー。おー、来たー、あいつ。
つ何こいつ、ええちょっと待ってちょっと、何こいつ何こいつ、あーちょっと待って、ちょっと待ってくそ、こいつどうやって倒すんだろう、ちょっと待って、あいつ何やってて倒すの、ああえちょっと行った、やめて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 、あいつあいつあいつ、こいつから倒さないと、どうぞ、よし OK、 一回おーい、よし OK、このための銃だ、うわ、ん、よし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 、よしオッケー、オッケーオッケーオッケー、よし、ちょっと待って、オッケー、ちょっと全部アイテムゲットして、オッケーオッケーオッケー、よし、そんで最後にこれを開けて、そうだね、139のコミサイルさん多分最後に鐘を鳴らして終わりみたいな、やったー、まあ普通大怪我っていうか死ぬよね、普通死ぬよねこれ、うわ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 、これ逃げなきゃいけないのこれ、2個目さえやらさ、そしてジャンプだ、オッケー、もう映画みたいなんだ、よいしょ、なんだこれは、なんだ楽だな、よし、オッケー、映画みたいだね、ね、楽しい、めっちゃ楽しいこのゲーム、多少グロさもあるし、みそじじゃねえよ、待ちません、待ちません、打ち込みさんやさ、待ちません、サム、ラダよ、ハロー、よかった、つながった、サム心配した、そっちじゃねえよ、ああ見張りから無線機を盗んだの、見張り、誘拐されたの、誘拐、今どこなの、わからない、日本の古いお城みたい、みんな炎の景色とかわけわかんないこと言ってる、ああどうしよう怖いよ、9個目さんやさ、誰か来た、隠さなきゃ、サム、
サム。炎筋じゃないよ。18、正解。正解です。ロス、いや、終盤じゃないと思うよ。まだ序盤じゃないの。他の連中はそこにいるようだ。中盤に入ったぐらいじゃないの。知らないけど、なんかアイテム落ちてたりしないかな。こうなんかぐるぐる回ったら割とアイテム落ちてたりするんだよ。中盤、終盤じゃねえよ。なんで話つなげるの、そんなとこ。年の話とゲームの話つなげるんじゃねえよ。腹立つな、もう。よし。ああ、面白かった。ということで、あれは一体何？嵐の先森と同じ姿だった。しかもあの雄たけび、人間とは思えない。ということでですね、今日はここでおしまいです。ジオン6は打ち込みさえないさ。それからきっと私のこともためらいなく殺すってこと。今はじっくり考えてる場合じゃない。お出かけするので、私だけが頼りなんだから。こっちだね。ちょっと待って、ね、これだけ鍛えて終わろう。ショットガンのパーツを3つ発見するとアンロックできます。射撃モードを追加。ダメージ増加。こんなもんでいいか。そうそうそう。いや、口コーヘンじゃない。今日は今日はちょっと一人だから、ちょっと一人で、どこ行こうかな。ちょっとショッピングしよっかな。どこ行こうかな。何千里中央なの。なんと町じゃねえよ。どこ行こっかな。何、どっか連れてってくれるの。どっかに連れてってくれるんですか。なんでわざわざ100円ショッピングんだよ。アキさんいらっしゃい。露出も出てない。まあ、多少は、今日暑そうだからね。多少はちょっとね、ちょっと見せれる部分を見せて、ちょっとアピールしようかな。153はツッコミさんいなさい。垂れてねえよ。焼肉、なんで一人焼肉なんだよ。1549コムさんやらさん。ということで、お疲れ様でした。またよかったら、遊びに来てください。多分、行き先を言わない方がいいよな。お相手は、トッシーでした。バイバーイ。また遊びましょう。バイバーイ。バイバーイ。